日本のフリーメイソン D は日本において活動するフリーメイソン D の初団体である。1957年に日本グランドロッジが設立されて以降、主として日本において活動しているフリーメイソン D は日本グランドロッジ管轄のロッジである。初めて日本に来たフリーメイソンは1779年から在日オランダ召喚長として滞在したイサーク・ティーチングである。 日本グランドロッジー参加の会員数は約1500人。そのうち日本人は約250人。日本に黒船で来航したフリーメイソンのマシューペリー。フリーメイソンが最初に日本に訪れたのは江戸幕府による鎖国政策の時代であり、1779年に長崎港出島のオランダ商館に商館長として駐在した。 オランダ東インド会社のイサーク・ティチングが初訪日のフリーメイソンであると考えられている。ティチングがフリーメイソンリーに入会したのは1772年、オランダ領東、インドバタビアでのことである。日本国内にメイソンリーの路地設立が始まったのはそれよりさらに後になってからである。江戸末期の1853年、開国を日本に迫ったマシューペリーはメイソンであった。 ペリーは1819年にニューヨークのホーランド・ロッジでメイソンリーに加入した。ペリーを日本に使わせたミラード・フィルモ・アベイ大統領はフリーメイソンの集まりに参加した記録はあるがフリーメイソンではない。1860年2月26日、横浜で上位派によってオランダ人船長 W. デゴスと商人 N. デッケルが暗殺された。外国人たちは 上位派への自意行動の意味もあり、できるだけ盛大に二人の葬儀を行おうとした。この時、殺された二人はフリーメイソンであると言われており、外国人のメイソンたちは儀式用の清掃であるエプロン着用で葬儀に臨んだ。これが日本におけるフリーメイソンの最初の記録という。二人は横浜の外国人墓地に埋葬され、その墓は現存している。 1864年、イギリスは居留民保護のため、英国第20不評連隊を香港から横浜に移動させた。同隊の軍隊ロッジ、スフィンクスは、隊員のためのロッジであるが、在日イギリス人のためのロッジとしても機能し、また高級的な民間土地設立のための手助けをした。1865年1月、スフィンクスロッジは、 横浜在住のフリーメイソンから家を借り、これをロッジとして日本初の集会を行った。スフィンクスロッジは1866年3月に離日したが、カシュジョンレディ,ディブラックら横浜在住の外国人によって改めて民間人のための横浜ロッジナンバーワン0級に設立が申請され、慶応元年12月14日にイングランドグランドロッジの承認を受け、6月26日、 横浜ロッジが高級的な民間ロッジとして設けられた。このロッジはたびたび移転しているものの現存しており、日本国内最古の現役ロッジといえる。1869年には横浜に二つ目のロッジとして、お天頭様ロッジーナンバー1263が設立された。続いて登場したのが1870年発足のロッジ、兵庫、大阪である。 第二次大戦前までに国内には八つのロッジが設立され、そのうちの半分が横浜に置かれた。東方の星ナンバー640、東洋の印象ロジナンバー304、横浜支部とお天道様ロジナンバー1263の四つは共同所有の形で山下町の一等地に集会所、メソニックホールを建設した。幕末の長崎に滞在して、 サツマ藩などに武器を売っていたとされる、スコットランド系英国人商人、トーマス・ブレイク・グラバーが、フリーメイソンだったとする主張もあるが、彼は、フリーメイソンではない。彼の地元にあるスコットランド・アバディーン・ロッジとの、関連も記録からは何も発見されていない。長崎に、スコットランド系のロッジがあるが、その創設は、グラバーが活躍していた時代から20年も、後の話であり、グラバーは、 無関係である。グラバーがフリーメイソンだという誤解が広まったのは、旧グラバー邸近くにメイソンの石柱があることを根拠にして空想を広げたことによると思われるが、このメイソンの石柱は戦後になって長崎市が観光目的で別の場所から移築してきたものに過ぎない。従ってグラバーメイソン説には何ら根拠はない。またグラバーは、 薩摩藩など倒幕派の藩だけではなく、幕府や砂漠派の藩にも武器、船舶を売っていたとみられる。オランダのライデンで入会した青州。西と同時期にメイソンに入会した津田真道日本人のフリーメイソンは、1864年、留学先のオランダで入会した青州と津田真道が最初という。しかし、第二次世界大戦以前の日本では、 日本人の会員はほとんどいなかった。1887年に発令された法案条例は政治結社、集会の届け出制や警察官の集会への立ち会いを定めており、秘密結社は禁止されていた。この時点では不平等条約によって外国人は違い保権に置かれていたものの、やがて不平等条約が是正されれば外国人にも 日本の法律が適用されることになるため、フリーメイソンにも保安条例が適用され、最低でも集会に警察官の立ち入りを要求されると考えられた。フリーメイソン側の記録によれば、これを恐れたフリーメイソンが親とい外国人として日本政府の通信技術顧問であった WH ストーンを代表として日本政府の外務大臣と面会して協議に及んだという。 ストーンはフリーメイソンリーの非政治、奇襲強制を解き、欧米各国で政府に承認、支持されていることを強調したという。条約改正交渉を進めていた日本政府としては、欧米諸国と対立を深めたくない時期であり、その結果、フリーメイソンリーは保安条例の対象外とする代わり、日本人を入会させないこと、日本社会への接触、宣伝をしないという、紳士協定が、 日本政府との間に交わされたという。この、新史協定は、口頭によるものであるといい、日本政府側の書類としては発見されていないが、フリーメイソンリー側によれば、協定遵守を申し合わせた記録が残っているという。1898年に、保安条例は廃止されたが、フリーメイソンは、新史協定を守り続け、メイソンリーに対して、 日本人への働きかけを自粛するようたびたび呼びかけた。そのため戦前にはフリーメイソンは日本社会から隔絶した存在であり続け、その会員は全員が外国人であった。戦前にフリーメイソン議員に入会した日本人は海外のロッジでの入会者に限られており、彼らが大きな流れを形成することは全くなかった。しかもそのために 外国人だけが入会するスパイ団体、日本人はの獣にされ、入会は、愚か見学者へもさせぬ、反日、反国体的人種差別団体といった非難に、さらされることになった。日本人の母親を持つ、欧州統合の父、アールクーデン法フカレルギー伯爵彼の国際反ヨーロッパ連合は、ナチス政権下のドイツでは禁止され、 ナチス統政権下のドイツを逃れる彼を助けた日本人が彼から渡された本は、鳩山一郎が友愛を提唱する契機となった。1900年、公子空伝法復カレルギー伯爵夫人にカトリックの洗礼を行ったことで知られる神父、フランソワ・エリギョールの著書、秘密結社が出版され、この著書においては、メイソン・リーが唯物論的陰謀団として語られる。大正時代、 今井二郎や樋口円之助は、フリーメイソンリーの自由主義、民主主義的理念を共産主義の発生源と非難していた。1921年、マッソン結社の陰謀という冊子がロシアから日本に持ち込まれ、1923年に全国中学校校長協会がこの冊子を教育会へ配布した。昭和に入ると、共産党の黒幕なおふと民族の大陰謀を、 パクロス、マッソン秘密結社の正体と我が国の現状、高輝き返上赤間の正体を見よなどの書籍において、なお、ふとしとともに、マッソンが陰謀とみなされる。日独位三国同盟が成立すると、ナチス党政権下のドイツの影響で、日本にもフリーメイソン陰謀論、ユダヤ陰謀論が広まった。陸軍中将の主要点のべこうは、ナチス党の影響を否定しつつ、 ユダヤフリーメイソン陰謀論を流布した。使用点は、シオン賢者の議定書を陰謀の物証とした。海軍大佐、犬塚コレシゲは、フグ計画を主導した親ユダヤ派であったが、犬塚の機関は、上海でメイソンリーの拠点を強制捜査し、中国国民党に多数の中国人フリーメイソンがいることを突き止めた。1943年に毎日新聞社主催。 情報局が講演をし、銀座の松屋で、米を操る黒幕の正体をえぐり出し、国際暴力の思想に構えんとすというキャッチコピーの、元、国際秘密力とフリーメイソンリーテンという催しが行われた。1941年、日本がイギリスやアメリカと太平洋戦争に突入すると、英米に根を張るフリーメイソンは、完全に敵国スパイとみなされるに至り、 ロッジはことごとく憲兵、特別高等警察によって、閉鎖に追い込まれ、書類、備品はすべて押収された。1945年8月6日9日の広島、長崎に投下された、原子爆弾、リトルボーイとファットマン。第二次世界大戦中の米国においても、米軍最高司令官たる米大統領以下、フリーメイソンの政治家が多かった。 連合国側の原子爆弾開発、マンハッタイ計画を推進したフランクリン・ルーズベルト、第32代大,大統領と、日本への原爆投下時の、第33代大統領ハリー・エストルーマンは、フリーメイソンであった。日本への原爆投下を計画、実施したカーチする名称将は、フリーメイソンであり、1944年7月7日にオハイオ、おはよう、 レイクウッドロッジナンバー601にてフリーメーソンの階級を第3階級マスターメーソンに昇級した。フィリピンの戦いに従軍の指揮官であったダグラス・マッカーサー元帥もまたフリーメーソンであったが彼は原爆投下の必要性に同意しなかった。もっともアメリカ大日協議会に逆コースを推進するよう圧力をかけられてからは態度に自立性が失われ朝鮮戦争では 原爆投下を立案した。政治的イデオロギーでは、カイルーズベルトとトルーマンは民主党出身の大統領、マッカーサーは共和党等が擁立した大統領候補者であった。大多数の米国民は原爆投下の倫理上の葛藤を抱えながら、日本国民への心配を目に見える態度で表すことはほとんどなく、その問題からは目を背け。 原子力エネルギーの将来というものに注目していたようであったが、原爆投下後に、米国で、賞賛の声もあまり聞かれず、米国民の大多数はまた原子力エネルギーがもたらす、放射線被爆の問題をわかっていなかった。スコティッシュライト第32階級、メイソンの片桐サブローは、マッカーサートとルーマン間における原爆の話を、交えながら、メイソンと政治は関係ないという、 1945年日本への投下実行までの歳月においてフリーメイソンリーと原子爆弾の間に特に相関があるわけではなかった。フリーメイソンリーのあらゆる時代において多くの平和主義者もまたフリーメイソンであった。例えば反軍的な出兵の祈りを表したマーク・トウェイン。啓蒙時代のヨーロッパ思想家の中でフリーメイソンの平和主義者は多かった。平和主義からなる。 欧州統合構想、パンヨーロッパを1920年代から提唱していたフリーメイソンのリヒャルトニコラウス、英二郎、空伝法復カレルギー伯爵は平和のために利用される前人未踏のエネルギー源が人類の生活を豊かにすることを思い描き、ナチスドイツ指導者アドルフ・ヒトラーに対して言論で戦った。トルーマン大統領は戦中に 米国に亡命した空伝法フカレルギー伯爵による欧州統合構想を支持した。トルーマン大統領はとりわけ亡命中の空伝法フカレルギー伯爵による1945年12月発表の欧州統合構想の記事に感銘を受け、この記事は米国の公式政策として採用された。また、第二次大戦下の平和主義者は国際連合の父、コーデルハルである。 春は第二次大戦中に国際連合設立のために重要な役割を果たし、その功績により1945年にノーベル平和賞を受賞した。その春はフリーメイソンであったという文献がある。ナチ党政権期のドイツと同様に激しく反、フリーメイソンリーでフリーメイソンを絶やそうとしたソ連は積極的に原子爆弾を開発していた。 メイソン D を制限していた戦中の日本も、また原爆開発に着手していた。フリーメイソンのダグラス・マッカーサーと、旧友の吉田茂。ル。吉田は、フリーメイソンであると言われている。それだけで、吉田がメイソンではないとは言えないが、吉田について記述している、山石太郎の、楽園を作るフリーメイソン物語は一部、またはそれ以上が虚構である。 アー,ルクーデンホ報カレルギー伯爵の影響を受け、友愛を提唱したマスターメイソン、鳩山一郎。鳩山は RCK 伯爵の反全体主義の人道主義的著書、自由と人生の翻訳者であり、本書の友愛精神の継承者である。1945年、日本の敗戦で第二次世界大戦が終わると、1946年よりロッジの再建が始まった。 そして、1950年1月5日、佐藤直岳、上原悦次郎、三島道春、高橋龍太郎、柴仁志平が、初めての日本における日本人会員となった。この時点で、日本のロッジは、フィリピングランドロッジの参加にあり、フィリピンの対日感情は最悪だった。4月8日、フィリピン代表のマウロ・バラディが来日し、世界平和のために、 日本人を兄弟として握手しようと決心し、過去の罪を許してメイソンとして迎えるべく決意したと演説した。星島次郎はこれに応え、国会にフィリピンに対する謝罪決議を提出し、全会一致で可決させたという。1950年は国会議員5人ほか、合計7人の日本人が入会した。自身も会員であったダグラス・マッカーサーは、 対日政策の一環として、皇族を皮切りに、日本の指導者層を入会させ、最後は昭和天皇を入会させる腹積もりであったという。フリーメイソンリーは、米国にとっては、冷戦下の反響の砦としても期待されていた。昭和天皇の入会は実現しなかったが、遥か後年の1995年にも、リチャード・クライプ元グランドマスターが取材に、日本でも、 天皇陛下がメンバーだったら、偏見がなくなり、もっともっと簡単にメンバーを集めることができるでしょう。もし、天皇陛下に入っていただければ、私は名誉グランドマスターにして差し上げたい。と答えており、現在でも天皇の入会を期待しているものと思われる。1951年に入会した、鳩山一郎は、入会時の第一階級を経て、1955年に、 第2階級へ、新級、さらに第3階級に昇級した。彼のマスターメイソン昇級は1955年、当時に報道されている。一郎がメイソン D に入会した理由は、一郎に思想的影響を与えた、空伝豊富カレルギー伯爵がメイソンであったからである。スコティッシュライト第32階級のメイソン高崎、広氏によれば、 日本でもフリーメイソンの影響が見られるようである。日本国憲法第21条は集会の自由、結社の自由、言論の自由とフリーメイソンの理想が並んでいるとする考えもある。フランス革命の自由、平等、友愛の3つの用語もフリーメイソンの基本的理念である。1957年には会員数が2500人を超え、独立した。 グランドロッジを構えるべきという機運が高まり、3月に東京グランドロッジを設立した。初代グランドマスターは、ベネズエラの外交官、カルロス・ロドリゲス・ヒメネスであった。また、主に米軍基地内に、フィリピン系、ロッジ、黒人系ロッジが別途存在する。これらは、日本グランドロッジとの直接的な関わりはなく、各ロッジは個別のグランドロッジに属している。 ここのロッジが集まって形成されているグランドロッジという制度は1717 17年英国最大の科学団体王立協会において当時会長を務めていたアイザック・ニュートンの弟子で王立協会員のフリーメイソン・ジョン・デ・サグリーがロンドンの4つのロッジを集結させグランドロッジオブ・ロンドンウェストミンスターを設立したことが始まりである王立協会は 多数のフリーメイソンが在籍する。初訪日フリーメイソンのイサークティーチングも、王立協会の会員であった。東京タワー手前左下にある屋上が、緑色の地上12階建ての建物は、メソニック 38MT ビル。その手前にある同じく地上12階建ての建物が、メソニック 39MT ビル。日本グランドロッジ、他4つのロッジ、またさらに、 日本名寸財団の住所となっている低層の東京メソニックビルディングはメソニック 38MT ビルとメソニック 39MT ビル左の街路樹のところにある。現在、日本グランドローチがある東京メソニックビルは戦前は日本海軍士官の親睦団体である水耕社の本部ビルであった。しかし終戦後の GHQ の解散命令により水耕社は解散し、 本部は空きビルとなり、その空きビルを米軍関係者がサロンとして使用し始めた。そこからフリーメイソンのロッジとして使用されるようになり、会員であるマッカーサーの尽力などにより、このビルに日本グランドロッジが創設された。後に水公開。メソニック 38MT ビルとメソニック 39MT ビルは森トラストのオフィス物件であり、日本メーソン財団のウェブサイトに、 メソニック MT ビルが遠隔として紹介されている。メソニック 38MT ビルにはかつて、伊東洋華堂、グループ本社や富士通エフサスが入っていた。メソニック 39MT ビルには、ウォルトディズニーテレビジョンインターナショナルジャパンが入り、ビル化爽会の窓に、ディズニーチャンネルのロゴや、ミッキーマウスが描かれている。東京都国立市のスクエアコンパスロッジナンバー。 3の所在地は JR 国立駅の南にある国立メソニックセンターである。当該路地内部ではフリーメイスン国立支部とも呼称されているようである。京都では2012年に新たなロッジ京都五門路地ナンバー23が開設される。以前には京都市東山区恵比寿町の三条通り沿道に日本グランド路地管轄の京都メソニック路地ナンバー5があった。 京都メソニックロッジナンバー5は2011年の日本、グランドロッジ管轄ロッジのリストから除外されている。マスターメイソンになると、日本国内でも、外郭団体、スコティッシュライトに参加できる。下表は2015年現在の現行のロッジの一覧。日本グランドロッジ以外のグランドロッジの管轄で2015年、現在の現行のロッジの一覧。日本で、女性。 男性の婚性ロッジは2008年にフランス系の国際的な女性、男性婚性のフリーメイソンリー団体、人権の支援により東京に設立されたロッジ、日の出である。日本グランドロッジの歴代グランドマスターの一覧。ジェレミー・エンワヨール、DGM 第43代内閣総理大臣、東国の宮都志飛行。功績離脱後の1950年にメイソンー入会。 ありがとうございます。